はい、どうも皆さんこんにちは。鎧をかぶっている男、ほろ苦でございます。突然なんですけれども、皆さんは干支は何年ですか？そして平成生まれでしょうか、昭和生まれでしょうか？とかく人間というものは生まれた年を一定の単位で区切りたがるものです。これを世代というんですけれども、まあ、その世代が近かったり同じだったりすると共通の話題で盛り上がったり、はたまた離れているとそれはそれでまた話のネタになったりと、この世代トークというものが結構好きなものです。さて、ポケットモンスターの世界にも世代というものがありまして、これがですね、初めてプレイしたソフトで表したりすることが多いですよね。例えば、サンムーン世代ですよとか XY 世代ですよ。私なんかはですね、初代ポケモン世代、赤緑世代ですよなんていうふうにね、言うことがあるとは思うんですけれども、この赤緑世代、初代のポケモンっていうのはね、結構ポケモンカードでもね、優遇されておりまして、ジムリーダーっていうね、8人のキャラクターがですね、全てカード化されているんですね。で、8人揃っていて、さらに思い入れのある世代のキャラクターだということで、私もね、こちら集めているわけなんですけれども、それだけではないんですよね。このポケモンカードっていうのは、ノーマルカードとちょっとね、レアリティが高いスーパーレアカードっていうのがあるんですよ。でね、このね、関東地方のジムリーダー私ですね、しっかりとスーパーレアにね、グレードアップすることができております。ではご覧ください、どうぞ。はい、いかがですか。先ほどまでとね、打って変わってですね、イラストが大きくなっておりましてね、カード目いっぱい、人物が描かれており、さらにこのキラキラした感じがね、とても素晴らしいですよね。もう一つのね、芸術作品のような感じになっております。え、何か違和感がある？あ、じゃあもう一度ノーマルカード見てみましょうかね。はい、どうでしょうか。ノーマルカード見て何か違い分かりましたかね。SR をもう一度。はい、どうぞ。はい、ぼんやり見えてきましたか。ちょっとね、じゃあ交互にね、どんどん出してみましょうかね。はい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 、もう分かりましたね。そうです、マチスだけスーパーレアカードがないんですね。はい、なぜかね、分からないんですけれども、マチスの作戦だけジムリーダーの中で唯一、スーパーレアが収録されませんでした。ですけれどもね、一応先日発売されたタッグオールスターズというね、サンムーンのね、最終版ですよ。パックにはね、シークレットとしてね、存在するんじゃないかというふうに言われておりました。ところがですね、リストを見ていたところ、SR になったのは、おまたエリカかいっていう感じでね、エリカのおもてなしがね、2枚目のスーパーレアになった。にもかかわらず、マチスの作戦は収録されていなかったんですね。もうこれはもうね、マチスがどっかで泣いてるんじゃないかなって思うほどのね、扱いなんですけれども、まあね、なければね、作ればいいんじゃねえかっていうふうな、そういう考え方でですね、本日は、マチスの作戦スーパーレアを作ってみようという動画でございます。どうぞ。はい、まずはですね、マチスの絵を描きます。作戦ということなんでね、ちょっと作戦行動をしてるっぽい軍人さんの姿を描きました。続いてはですね、それをですね、カードにしていきますね。まず枠を、設置しまして、マチスを設置、それからお供の雷柱もくっつけます。さらにですね、背景が必要なんで背景を描いて、せっかくなんでね、コイルを飛ばしましょう、軍用機っぽくね。そして、カードのテキストと、それから、もろもろの文字ですね、これをつければもう完成でございます。実際のカードにするためにですね、今回この手作りステッカーっていうのをね、透明タイプのね、用紙と、それからキラキラ光る折り紙を用意いたしました。今回この2つを活用していきたいと思います。まずはですね、透明の用紙にこのマチスのね、絵をですね、カードサイズで印刷をいたしました。でこれがですね、ラベルシートになっておりますので、めくればね、シールになるんですけれども、流れましたね。で、これペリッとした状態ではね、これ透明なんですよ。透明、丸切りの透明なんで、透けちゃってるんですよね、この肌の部分とか。なんでね、この状態のまま、このキラキラした用紙に貼り付けてでもですね、綺麗にはね、色が出ないんですよ。はい、こんな感じでね、なんかもう顔が青くなっちゃうわけですよね。なので顔の、ね、色の下にはこう白い色が必要なわけですね。この状態なら綺麗に肌色出ているでしょ。はい、なのでこれをですね、切っていくわけですね。で白いところ、綺麗に発色してほしい部分と、キラキラするだけでいいよっていう部分を、
まあ、ここで言うと背景ですね。背景の部分をまあ切り取るわけですね。まあ、ちょっと切り取っていきましょうかね。はい、こんな感じですね。まあ、カッターで切り抜いていくわけですね。はい、まあ、切り抜き作業ですね。はい、こんな感じですね。今、台紙ごと切ってる状態ですね。はい、じゃあ上手に切り抜きが終わりましたね。こう切り抜いているので、これをですね、さっきのラベルのね、同じもののね、上にそのまま貼り付けます。はい、ちょっとめんどくさい工程なんですけれどもね、これがポイントなんですね。はい、まあ、のりで貼り付きますので、のりで貼り付けていってください。これはですね、まあ、その裏地のね、透明になってほしくない部分をですね、まあ紙で貼り付けたりとか、絵の具とかペンで塗るっていう方法もあるんですけれども、今回ね、紙をね、貼り付けるっていう方法が全然うまくいかなかったので、まあ、台紙にそのままこう貼り付けたまんまっていうふうな形で、ちょっとね、分厚くはなっちゃうんですけれども、まあ、手っ取り早かったかなと思いました。はい、まあ、同じ形のものなので、まあ、うまいことね、ずれないように貼っていきます。はい、ペタッとね、貼れましたね。それはですね、まあ、二重に貼り付けたカードをですね、キラキラしたシールに貼って、シートにね、貼っていきたいと思います。はい、剥がすことでね、後ろの背景の部分はこうキラキラを透過していますが、マチスとね、ライチュウは、後ろに白い台紙があるので、キラキラを透過せずにですね、まあ、綺麗に発色ができておりますね。はい、まあ、こんな感じで貼り付けたら、まあ、ほぼほぼ完成ですね。あとはこれをカードサイズに切り取っていけばいいわけですね。はい、切り取ったカードはですね、実際のね、このポケモンカードいらない、まあ、いらないっていうか、まあ、デッキに使わないようなカードのね、上に貼り付けてしまえば、もうそのままね、はい、カードになってしまったよって感じですね。はい、というわけでですね、マチスの作戦のカードが完成いたしました。背景はキラキラしつつ、マチスはしっかりと見えているという状態ですね。はい。まあね、切り抜く作業めんどくさいんですけれどもね、それさえできてしまえば簡単に作ることができております。はい、というわけで最後は関東地方のジムリーダー SR8 人で全員並べてみました。こうやって実際に並べてしまいますとね、プロの方の絵と比べてね、自分の絵がね、あまりにもね、こう、レベルが低いんでね、悲しくはなるんですけれども、まあ、やりたくてもやれなかったことが、自分で作ることによって、まあ、なんていうのかな、幻だった光景が目の前で再現できたっていうのはね、まあ、ちょっと嬉しい気持ちになっております。まあ、こうやってねオリジナルカードオリカをね作ってみるっていうのはね、なかなかね面白い経験になりましたので、皆さんもですね、もし興味がある方いらっしゃいましたら、今回動画で紹介したね僕のやり方、あくまで一例というか、あんまりねいい方法ではないと思いますので、まあオリカキラーカード作り方なんて感じで検索すれば、いろんな方ブログでね紹介してくれてますので、興味ある方はやってみてもいいんではないでしょうか。はい、では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。バイバイ。